皆様、こんにちは。1月4日、新春のです、ね、今晩の相場展望チャート分析編をお届けをしたいと思います。えー、まず、えー、見ていただいておりますのはドル円の冷やしです。えー、やっとです、ね、102円の8号まで先ほど攻め込んでおりまして、今もちょうど8号の水準ですね、一番安値のところです。 え非常にあの上値が重たく、えー、もともと今日は3円の3号で売りたいということでコメントいたしました、えー、先ほどもですねちょっと一瞬その103円台ちょっと戻しそうな雰囲気の時もございましたけどやはり上値は非常に重たい展開が続いていますまあ、あまり突っ込んで2円台売りたくはないのですが、えー、売るのであれば3円の3丸売りで、えー、3の6丸ストップ、えー、利食いは の丸でイメージをいたしましま今ちょうど102の828まで今、えー、ちょうどタッチしているというか、売りが8単1ですね。えーまあ、非常に今日の安値券ということになっています。欧、ま、州、あ、勢、えー、出てきてからかなりあの積極的に下値を今売ってるような感じかなというふうに思います。ユーロドルです。 ユーロドルに関しては、朝方1.2205で買いたいというコメントを書きましたが、実際、あの、これを見ていただいても、ちょうど、冷やしのチャートの下髭を、このボリンジャーバンドの冷やしのセンターラインが、上にこう、思い切りこう、反発っていいますか、手繰り上げているような状況です。時間半に変えてみたいと思います。まあ、一瞬は22091まで、ちょうどこちらの方ですね。 ちょうど朝方あ落ちたわけですけど12月31日の日ですね、えー、海外ニューヨークで落ちたわけですがそこから切り返しをして、えー、結果的には今日は、えー、買いたくても1.22の25すら買えないといったような状況があ今も続いておりますまああんまりあの追いかけて高いところ買いたくないというのと時間足の雲がこの上にありますしあんまり調子に乗って買っているとく崩されても嫌なので 1.22の1号近辺であれば買ってみようかなというふうに思います、まあ、ちょうど200時間移動平均線が今1.22の264にありますが、まあ、これを一瞬割り込んでも多分ビットは硬いそのように思っておりまして、えー、浅めに買うんであれば1.2240かなという気もしますが1.22201号のゾーン1号で差し入れを入れてみたいと思います1.2180で損切りを え、リグは1.22の8号でイメージを出しました。ちょうど雲の中ですね。はい、そんな感じで見ております。え、ユーロ円です。え、ユーロ円もですね、非常に、え、まあ逆にこれはドル円と同様に上値が重たく感じられました。え、この126円のちょうど5丸の手前、ちょうど今ここで、え、200時間の移動平均線が 126の49人にありますけれど、まあ126円の5丸で売り出し、ストップは126の8丸でちょうど今雲の影に時間足の雲の影に当たっています。えー、利食い買い戻しは126円でイメージを出しました。ポンド円です。ポンド円は、えー、まあ朝方まあ141円台、特にこの141円の3丸台まで今日。えー 9時前にありましたが、そこから大きく崩れて、今、ちょうど安値をつけているところ、今、安値が620まで下がってまいりました。朝方140円の5まで買いイメージを、あのポンド円は140円の5丸で買いイメージを作りましたが、オーバーナイト差し値であれば140円の35ぐらいでイメージをしてみたいです。ちょうど35というのが、え あと数時間先のです、ね、この時間足の雲の下限が140円の298に来ますので、まあ、140円の30ですねあとすると90時間移動平均線もどんどん今上がってきて140円の298にありますこれも140円の30になるその手前ですねダブルサポートの手前で140円の35で買って 140円ちょうどが割れたら損切りを利食いは141円の1丸イメージをしております大地円です大地円も朝方79円の681まで跳ねてそこから79円の157までここまで大きく崩れた後またもう一回79円の5丸台まで今上がってきております これもあんまり追いかけて買いたくないんですが、79円台の前半であれば買ってみたいなというふうに思います。ちょうど90時間の移動平均線79円の124、このグリーンですね。あすると、時間足の雲の加減が、現状は79円の091にありますが、これじわじわと上がってきますので、えーまあ、79円の10で買いを入れて、78の80で ここが割れたらやっぱりり損切りを考えます79の6 5で利食いをイメージしてみたいというふうに思います。今晩、えー、実際にあのドル円が売られてさらに多通貨ドルで、えーまあ、ユーロドルに代表されるように、えー、ドル売りになって多通貨が上昇した場合に、えー、クロス線が、えーまあ、ある程度上昇するのではなかろうか。 ドル円の下落幅よりももしかすると多通貨ドルの上昇の幅の方が大きいのでクロス円は上がるのではないかという相場感に立ってクロス円をおしめ買いでドル円とまあユーロドルに関してはあのおしめ買いであとユーロ円に関してはちょっと上値が重たかったので自分としては方向的には戻り売りでイメージをいたしましたまた今晩何かございましたらよろしくお願いしたいと思います え本年もですねよろしくどうぞお願い申し上げます1月4日今晩の相場展望チャート分析編この辺で失礼させていただきますどうもありがとうございました失礼いたします JFX 株式会社代表取締役小林よしこですいつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれる ポジションを持ってから決済するまでの時間が、数秒から数分ととても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では、数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、薬状スピードが最速0.001秒とサクサク薬状することなどが選ばれている理由だと自負しております。 ぜひ当社でお取引をいただきたく、YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林芳彦 JFX YouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ 申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッッシュバックと私のオリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツチャートパターンスキャルピングのためのテクニカル分析など私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。 中根トレードや実需についてもお問い合わせが多いのでこちらもコンテンツに入れております YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますのでぜひ口座をお持ちでない方はご検討くださいよろしくお願いいたします